んなポイントかなと思って。これが社長のこだわり。石が2のオーダーください。寿司2のアジとエビでお願いします。はい、行きます。はい、お願いします。博多で食ったら1匹8000円ぐらい。今回帰れば我が物ね。ほんとにちょっと2人いったけど、身が柔らかい。もう明日せん何も取らない作戦で。誰が取るんです。裏できた。どこまでしたっけ。違う。
当にうまい、うん、うまい。
ここでですね、コース予約が入っております。よろしくお願いいたします。お願いします。多めにパン粉は持つんですけど、この中に空気を入れるような形で、これが社長のこだわりです。目の粗いやつしか使わないような。はい、卵ありがとう。梅一がお揃いってよ。はい、わかりました。反対一番様、寿司2のアジとエビでお願いします。じゃあ奥様のオーダーがいます。あや、寿司定食ケース3。森友さん、いらっしゃいませ。はい、お願いします。寿司もう一丁ください。はい、お待たせしました。はい、どうぞ。ちょっと待ってくださいね。ういっす。はい、キラ2のオーダーください。あとキラ1のお客様。はい、お願いします。次、カウンター中央様。はい、行きます。はい、お願いします。カウンター中央様。アジとエビフライ両方あげよって。はい、急ぎです。はい、すいません。空気いっぱい入れて。シャリ2貫お願いします。はい、そんな、あとアジ2枚とエビ2本。はい、お願いします。うちのお客様。はい、失礼します。こんにちは、いらっしゃいませ。ありがとうございました。うん、OK です。どうもありがとうございます。はい、まあ、すいません。小さいかぼちゃとかも別に店で使う分はダメと。その爪はもう全くこれ。あ、ここら辺はうまそうやね、これ。ほぼほぼ無農薬。うん、茎ごとこう。不揃いピーマン。あれ、芯が折れたの。こんなのがうまいっちゃうな。綺麗ですね。 OK、 これを店で使います。
コースターが一枚に。はい、お客様失礼します。すいません。サバ食べようでしょ。食べるのを待ってくれてる。サバはですか。ありがとうございました。